comic.jp にアクセスします。ショップタブのカスタムメイドバッグをクリック。7種類の着物帯バッグのスタイルが表示されます。お好みのスタイルをお選びください。今回はこちらのスモールトートを作ってみます。サイズ等のバッグの仕様についてはこちらでご確認いただけます。カスタムメイドボタンをクリックしてデザインを始めましょう。まずアルティメイト、マツランク、プレミアム、タケランク、スタンダード、海ランクの3ランクの中からお好みの帯地を選びください。それぞれのランクによって価格が設定されています。次にマッチ手の色をお選びください。最後にバッグの内側のデザインです。裏地と内ポケット、ファスナーの組み合わせをお選びください。お好みの組み合わせができたらアドトゥーカートをクリックしてカートに入れます。あなたのカート内であなたがデザインしたバッグの詳細が確認できます。納得のいくデザインができるまで何度でも作り直せます。